3日にね、店長とオフ晩酌します。なんかシュンが晩酌配信した時に店長にも今暇ってチャット送ってたので、その時に店長お風呂入ってたんだって。で今お風呂入ってるから30分ぐらいかかっちゃうって言ってて、その配信終わった次の日に酔いが覚めて酔いから覚めた次の日に店長と晩酌したいって言って、新庄がやろうよって言ってくれてやることになりました。3日にシオンのチャンネルでやります、船長の家で本当は別にオフコラボの予定じゃなくて、船長がうち来るって言ってくれて、行こうと思って、じゃあ行きます、そんなに行きますと思って行きますって言った。船長って最近引っ越した？え、そうなの？わかんない。船長の家一回も行ったことない、今までで。誰の家も今までで一回も行ったことない人多いけどそもそもこのメンバーの家も行ったことあるし、このメンバーの家も行ったことあるし、いやもう大体行ったかなとか、そんなことではなくて、ほぼ行ったことないほぼ行ったことないっす。いや楽しみだね。トイレにシルバニアある、何を言ってるの何を言ってるのかな。トイレにシルバニアある、どうしちゃったの、どうしおかしくなっちゃったの急に、どうしたの、何を言ってるのマジで、何を言ってるのどういうこと。トイレにシルバニアを、いやシルバニアファミリーって明かりの灯る大きなお家でしょ。え、明かりの灯る大きなお家をさ、トイレに建ててるってこと、どういうことなの。初めての出会い、初めてのときめき、可愛いお友達できた、明かりの灯る大きなお家、トイレに置くことある、行ってみてのお楽しみ。トイレ行かないとじゃん、そんな。なんか、トイレにシルトイレにシルバニアのさ、パワーワードすごくない？ちょっと喋りすぎちゃった。ゲームしよう。トイレにシルバニアのせいで、頭の中、シルバニアファミリーになっちゃった。トイレにシルバニア、あ、って、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、何でショップか。